さて原さん、うん、ちょっと今日は雰囲気が違いますね。ちょっとね、うん、ロケーションが変わりました。ロケーション変わりました。人んちです。人んちついに人んちに来て撮るようになりました大丈夫かこれ。ネタップで、原さん、一つ目ですけど、うん、ちょっと初めてね、プランニング会議っていうあの企画会議ネタを持ってきました。で、事前にうん、まだ見てないかなと思う。いや、見てはいるんだけど一応ね、15本ぐらいね、こんなことやってみませんっていうのを箇条書きにしといたんですよ。で、もう一つずつ言っていくんで、それに対するリアクションを、わかりました。もうサクサクとこれは返してもらえればなと。一つ目は、鉄拳プロジェクト主要メンバーを集結させて、うん、開発裏話や個々のパーソナリティを丸裸にしてしまえと、うん、で、まあ彼らも表に出てきてないメンツ含めで、うん、癖の強いメンツがいますんで、そろそろちょっと表に出して丸裸にしたいなと、うん、過去から思ってましたんで。でなかなかちょっとね、大勢集まるわけにはいかないんで、2、3人とか3、4人とか、いや、まあ4、5人かな、うん、ちょっとスペース大きめのところで4、5人ずつぐらいで、いや、なんかさ、やっぱりいっぺんに10人とか15人とかやりたいんだ本当ね、うん、面白いですからね、いや、これ、これいずれやるべきじゃない、うん、前言ったように意外と出たがらない人も多いんで、出たがらないとか、むしろ嫌みたいな、うんうん、開発ってそっちも多いんですよ。多いですね、うん、なんで、ただどっかでやんなきゃいけないって言っててやってきてないじゃない。さすがに10年どころかやっぱり20年選手みたいな人もいるし、まあ俺が一番長いんだけど、まあそれでももう20年とか15年とか平気でいるんで、うん、そういう人たちは一回ね、ちょっとファンの方に、あ、こいつたちが作ってるんだって分かってもらうためにも、特にみんながあんまり見ない、意外とね、だから企画とサウンドの人とか見るけど、うんうん、ビジュアルデザイナーとかそのプログラマー、そうですね、エンジニアとか、うん、まあ見ないと思うんで、うん、いいね、これは。そう、どっかでやりたいです。2つ目はこれもプロジェクト関係ですけど、鉄拳プロジェクトの最強プレイヤー決定戦をやってしまえと。これだけど、うん、みんなが持ってる以上に、うん、昔はそうじゃなかったんだけど、うん、俺がやっぱりこう、ここ特に10年、15年ぐらいかな、要は27年、8年ぐらいのうちの15年ぐらいは、割とこう、アーケードのトッププレイヤーを、うんうん、日本だけどね、割と組み込んでゲーム作ってきているので、その、もともとお客さんだし、大会でも活躍してた人たちも多かったわけじゃない。だから そのもっとプレイヤーみたいな人が強くて勝っちゃうだけだから、あんま面白くないんじゃないの。あ、本当ですか、うん、でもなんか一応久々にあの人見たみたいなこうゴロゴロですか、ね、こう、そうそうそう、あの年配プレイヤーからの感想が集まるだけな気がする、うんうん、なるほど。で、あとはですね、この間ほら、格ゲー連合会でしょ、あそこでお宝やってたね、鑑定団で、あの企画書を見せ、あれ受けてたね。そう、やっぱ評判良くて、あー、なんかちょっとあれね、結構あの後キーワード検索ついたり見たんだけど、もうなんかこうね、茶番みたいな番組コーナーとか、いや、情報欲しいのにこんなのいらないよって最初思ってたけど、見たらめっちゃ面白かったみたいなコメントが多かったのね。あれいいね、そのあんまり期待感ないのに、うん、ああいう爆弾が出てくるっていうのは、うんうん、なかなかいいギャップだったね、うん、そうそうそう、あのクイーンのガチのサインとか、いや、あれひどいでしょお宝ってそういう意味じゃないからね。いや、だからアークシステムワークスの石渡さんって、うんうん、すごいクールでね、クリエイター気質でかっこいいんだけど、前から気づいてたのよ俺ね、ギルティギアのパブリッシングとかもやってるじゃない、だからと結構距離は近づいてるわけじゃない、森さんっていうね、ブレイブルの森さんがいて、うん、まあ言うたらギルティギアの石渡さんみたいな感じじゃない。で、俺石渡さん前からね、天然だって思ってたのあれ、この人ひょっとしたらちょっと天然入ってんのかなと思ったんだけど、
あそこで証明された形になりましたね。すごかったですね、うん、あれめっちゃ面白かった。前何回かやったあの鉄拳の極秘出た、あこれは久々にやりたいね、はい、うん、でまあリージョン別にあの使われてるキャラとかいうシンプルなところからでもいいし、うん、あとはこうちょっと深掘りしたデータとかもまたちょっと改めて、ね、うん、これまあ期待してる人も結構いるんじゃないかな、うん、結構好評だったんでまたやってあげたいなっていうのがあります。であとはもしも原田が2を作るならっていう企画で、うん、まあ名作の愛すべきクソベゲーで1個しか出てないタイトルっていうのがあるので、その中から俺だったらこれ2作るなっていうクソゲーをちょっと原田さんに語ってもらうとかね、いっぱいあるじゃないですか、1個しかないやつ、本当に本当にクソゲーとして認められちゃったから2作ってないっていう、あのいやそういうことじゃないんだよね業界はねどんなクソでも売れたものは作られることもあるし、うんうん、どんなクソでもさ売れなかった、クソだろう関係なかろうね、売れなかったものは作られないだけだし、結局そこね、あの発売したいというまあシーズというか、あの、うんうん、逆に言うとその作り手とか売り手のニーズみたいなものだったり、買い手のニーズみたいなものがのどっちかが存在するかどうかでしか決まんないので、うん、いや あれをあえてねやろうよっていう人が出てこないタイトルっていうのはクソゲーですらさない可能性もあるわけだしね、うん、でも本当にクソゲーって言われば大体あの評価とは関係なく、うん、売れてたら割と出ますよね次は、うん、ただ最近クソゲーの意味合いがちょっと変わってきてるじゃないですか、うんうん、そうなんですよね、あのこれは世代でやっぱり捉え方は違うと思うんですよ、うん、だから我々なんか愛すべきクソゲーって言ってるけど結局言うたら失礼やけど昔のあのゲームなんてなんか実はクリアできないようになっちゃってるとか、はい、バグってるとかあのこんなもん気づくかいとか不親切とかっていう理由でほとんどが実は両ゲーっていう言葉さえなかったというかないんですよね、うん、意外とクソゲー多かった、うん、ほとんどがクソゲーと言ってもいい時代だったん で今は違うじゃないですか、そこそこのクオリティ当たり前でクソゲーって本当にやばい意味での、うんうんうん、なんか課金誘導がひどいとか、うんそういうことをなんか発売日からオンラインのサーバー落ちて遊べないとか、はいはい、そういう強化でのクソゲーなのでなんか愛すべきところがないクソゲーみたいなのも結構ある、うん、あるから世代でちょっと捉え方が違うかなこれな、うんうん、そうですね、まあ、2を作るならはまあ割と考えたら多分出てくる面白いかもね、うんうん、原田の勝手に発売日予測、これはちょっと危険なゾーンに入るかもわかんないんですけど、危険だね例えばストロークわかるタイトルもあるから、ね、俺そうそう、まあばあちゃんの続編とか、ばあちゃんは読めないねちょっと、ね、読めない、うん、ばあちゃんは読めないよ、批評はしないでいいので、うん、もう想像つくじゃないですか、この間もねちょっと青木さんもちらっと言ってたけど、わかるタイトルはもうわかるよ大体、わかるどころの騒ぎじゃないから、うんうんうん、だからでもばあちゃんだけは読めないな、ストロークはもうなんとなくわかる、いやまあ俺はわかる、わかる、わかるよ絶対わかる、うん、でも聞いたわけじゃないですもんね自分で、そんなだって直接発売それおかしい、そんな情報リークするわけないじゃん、ね、相手が、ね、でもさ君らね、ご近所の誰々さんが毎朝ねこう出勤する時間が分かってたりとかさ、うんうんうん、同じ例えばスポーツやってる人だったらライバルチームがどんな練習してるとかさ知ってるでしょ大体、うんうん、だそういうレベルでそういうことですよね、分かっちゃうだってなんかほらそれは外れたことはないよもちろん、プレイヤー界においては原田さんは他社の発売日を知ってるんじゃないかと思ってる人結構多いんですよ、ああでも逆みたいだよなんか、そうですか、うんうん、僕はなんかそういうコメント原田だったらどうせ知ってんじゃねえかっていうコメント、どうせ知ってるよ、知ってるに決まってんじゃんって、分かるに決まってるでしょ、 それは分かるって話ですもんね、何年このジャンルやってると思ってんのよ、ね、だってだから聞いてるわけじゃないっていうのをちょっと誤解してる人結構多いんで、うん、あ直接聞いてたらまずいでしょ、そうなんです、それはうちもやんないし向こうもやんないですよ、うんうんうん、ただお互い分かりますよねっていうのあるわけですよちょっとここお互い避けませんみたいな空気はいろんな情報からやっぱこうにじみに出るし、うん、お互いの態度で分かるわけでしょ、うん、なんなら忙しさで分かるわけじゃないですか、そうですね、うん、あれなんか 毎年この時期に一緒に飲みに行ってたのに
いやもう今手が離せなくて、あそうですよねっていうね、うん、そういうことですよ。そうですね、トリオザ原田とバーっていう企画で、それ何、これはね、ただ単にあの竹虎さんぐらい結構あの雑に扱ってるじゃないですか。いやうちらちょっと竹虎さんの扱い雑すぎるでしょ。そうそうそう後ろでたこ焼き焼いてるおじさん化しちゃってるから。いやそれどころじゃないよ、あの人最後習い物やってるの竹虎さんですよ。そうそう、そんなことある、声優さん声優さん最後皿洗いしてるんですよ。これどうなってんのかなって。そうなんです、すごい手伝ってくれてて、丁寧に1回ぐらい扱いましょうっていう回ですね、うん、日頃の罪悪感が生んだ企画。そうそう、1回やんなきゃっていうやつです。